はい、どうもこんにちは、水ニャンです。本日のサブチャンネル2本目の動画になるんですけども、今ですね、僕はですね、新橋駅に、来ております。で、なぜ新橋駅にこう来たのかというと、本日ね、立花隆、そしてヘズマリュウの、合同演説があるということで、訪れました。で、新橋に来たんですけど、立花隆さんのね、演説、本当聴衆が以前に比べて格段に減っています。まあでもですね、ボランティアの数はまあ10人弱ぐらいいるのかな。で、なんかそのマソブちゃんもちょっとね、マソブちゃんらしき人も見つけました。で、まあそのね、実際まあ言ってることはですね、まあ相変わらずのことだなというふうに思っているんですけれども、まあ今回ですね、まあヘズマリュウにインタビューができたらいいなというふうに僕はですね思っております。まあ立花隆よりはどちらかというと、なんかヘズマリュウ目当てでなんかその動画を撮りに来てる、まあ、YouTuber がいるみたいな、そういう感じがねしますね。はい、なんで現場からはですね、とりあえず以上でございます。